実は相談があってな。最近筆が止まってしまうんだ。これまでもモチーフや技法で悩むことはあったが、少し時間を置けば勝手に治った。だが今回は違う。もがけばもがくほど底なし沼に沈むような、完全にスランプというやつに陥っている。俺が美術を学んでいられるのは学校からの奨学金のおかげだ。だが奨学金もボランティアじゃない。コンクールでも何でも実績を出さなくては。奨学金が絶たれれば寮も出ていかねばならんだろう。今まで書きたいものだけ書いていればいいと思っていた。どこかにある純粋な美、それを追い求めることが絵を描く理由だった。あのさゆりのような純粋な美に近づきたい、それだけだった。なのに今の俺は生活のため、評価のため、キャンバスに向かっても湧くのは雑念ばかり。苦心してできた絵も俺の目には美とほど遠い。もはやこんな俺に筆を取り続ける資格があるのか。すまない、一人で先走ってしまって。ただ昔から物事ははっきりさせたい性分なんだ。中途半端は許せん、罪だ。だから今の不甲斐ない自分に腹が立ってな。だが今筆を折ることこそ最も中途半端だ。俺は自分が納得できる絵を描きたい。これで死んでもいいと思えるような絵を。見ろあのさゆりを。見る者に訴えかける眼差し、輝かしいばかりの姿、あれこそ純粋な美だ。さゆりの美はいくら模写をしても俺のキャンバスに現れてない。なぜだ。描き手が違うからだ。魂が違うからだ。魂とは何だ。それは心だ。心とは何だ。なぜ美を生み出すんだ。俺は心を理解したい。だがどうしたらいいのか、率直に言ってさっぱりわからない。協力してくれないだろうか。君は俺の世界にはいなかった類の人間だ。そして俺の世界を変えた人間だ。その君なら俺に何かをもたらすかもしれない。そうか、助かる。君はいいやつだな。美術の先生は今も俺の絵を評価している。上辺の出来は変わらないからな。だがこの迷い、いつまでごまかせるものか。心の濁りはいずれキャンバスにもにじむ。そろそろ門限だ。失礼する。またな。雨ね。
of cold. Nothing left to be found. A mirror right in front of me. That's where I found an empty glass. Nah. Reflecting that's a truth. It's telling what's not to be told. I need the mask. I'm a shapeshifter. Heart in both face and mind, all free for you to draw. I'm a shapeshifter, chained down to my core. Please don't take off my mask. どうした？
新島君どうなってるんだ。マフィアを名乗る輩の被害が生徒に及んでいるというじゃないか。はあ、あんな突拍子もない話冗談だと思っていたんだよ。ただの被害者ならまだしも、犯罪に関わっているという噂まで。保護者から問い合わせも来ている。一体なぜこんなことに。そう言われましても、我が校始まって以来の失態だ。公になっては経営にも影響が。これは生徒会の監督責任だよ。解決を頼んだはずだが。一応手は尽くしています。信じていいんだね。早急に何とかしてくれ、頼む。君だけが頼りなんだよ。期待を裏切らないでくれ。聞けば生徒の間でも君への不満が募っているそうじゃないか。このままでは私も君も学校に居場所がなくなるぞ。分かってます。もう少しだけ時間をください。最近の若いやつは。これだ。その通りだ。でね、どうしてもお金がいるの。おいしいバイトを教えて。飯田君知ってんでしょ。バイトなら他にあんだろ。え、あそう言われると確かに。だからそのヤバくないか。フランソワは？は？うちの猫車で事故って、それと不治の病。嘘くせえ。というより我が輩が元ネタじゃないよな。フランソワが死んだら きっと私も死ぬ。多分。やめてくれよ。それが嫌ならおいしいバイトのことを教えて。
知ってんでしょ、噂になってるんだからね。噂？もしかして西山が。西山？いや。ねえ、西山って何？それは勢いで押し切ったぜ。あれ演技じゃないよな。ここは安殿に任せて、西山ってやつにも話を聞きに行こう。ちょっといい？何か探ってるんだろ。俺も協力するから何でも聞いてくれ。高牧さんが飯田を捕まえてたの、それか。最近金遣いが荒くなったって噂だよ。それと様子が変だって聞いた。飯田のこと調べてるなら西山に聞くのがいいんだけど。でもごめん、今どこにいるかまでは。よく遅くまで残ってたからまだ学校にいるとは思うけど、探しに行くんだったらその間俺もいろいろ調べとく。まあ好きにやらせてみるか。西山の居所は他で聞くしかないな。学校のことに詳しそうなやついないか。もしかして西山は僕だけど、君ってあの転校生だよね。僕に何か用？飯田って、なんで君が？まさか君が何かしてるのか？あいつ最近変だったし。どういうこと？やっぱりヤバいことなのか？放課後渋谷に行ったらセントラル街で男に誘われたんだ。美味しいバイトがあるけどやらないかって。僕は断ったんだけど飯田は乗り気でさ、いろいろ話を聞いたらしい。え？
怖くて先に帰ったからそこまでは。飯田が言うには10分で終わる、目立たない奴に向いてるとか。急に金遣いが荒くなって、その後様子がおかしくなった。知ってるのはそれだけ。もういいだろ。セントラル街の男か。やはり怪しいな。そいつに犯罪の片棒でも担がされたか。つまりそのバイトの内容は、何か犯罪に関係してて10分で終わる、目立たないやつが向いてる、小さな封筒を運ぶってとこか。心当たりあるか。マフィアのやってそうな犯罪だろ。薬物ってやばい薬か。それの運び屋。薬なら封筒に入るし、持ってるだけでアウトだな。本当に薬の運び屋かよ。こりゃ穏やかじゃねえな。アンドノのところへ戻るぞ。飯田に直接聞いてやれ。フランスはやってんのか。よし、代わってやれ。なんだよ、お前まで。知らないって言ってるだろ。なんだって、西山が。あの野郎、くそくそ。そこまで言うなら来いよ。ここじゃ話す気にならない。もっと人がいないとこ行くぞ。お前まで何なんだよ、みんなのいる前で。バイトやってるけど別に普通じゃね。お前何が言いたいわけ。なんでその話あの人にしかしてないのに、よりによってお前に知られるなんて。そうだよ、おいしいバイトなんて言われて、薬の運び屋なんかやっちまった。渡された封筒をコインロッカーに入れるだけ、それだけでうんまえんやるって言われたから。中身のことなんて知らなかったんだよ。なのにこんなことに。口座番号を教えたんだ。金はそこに振り込まれてた。それでその後すぐ脅しが始まった。運ぶところを取られてたんだ。金を払わなきゃ全部バラすって。というより僕にこんなこと聞いて何のつもり。バイトのことをネタにして僕にたかろうとか。
そうなんだ。まあ、たかられたところで渡す金なんてないけどね。バイトのこと、興味あるならセントラル街に行ってみなよ。僕も昼間そこで声かけられたんだ。聞きたいこと全部話しただろ。もういいよな、それじゃあ。Searching all alone, confessing while I know my own, without a clue, without a sign, without grasping it, the real question to be asked, where have I been? I'm a sharpshooter at postmaster. Hiding both face and mind, all free for you to drown. I'm a sharpshooter, what else should I be? Please don't take off my mask, revealing dark.
おい。Heart in both face and mind, all free for you to draw. I'm a shapeshifter, chained down to my core. Please don't take off my mask, my place toご主人様。
よし。おやすみ。むすぜ。やっぱりわかんねえな。
よし、揃ったな。やっぱり昼間は高校生とか多いね。きっとどっかで狙ってる。しかし、これだけ人が多いと少々骨が折れそうではあるな。だよな、今日で尻尾つかんでやる。昨日の打ち合わせ通り、君はセントラル街ね。そんじゃ始めるか。怪しい奴がいたら報告な。よし、予定通り行くぞ。マフィアと顔合わせかもしれん。気を引き締めていけ。ねえ、ブランド品とか興味ある？すぐそこで商談会やってんだけど、覗いてかない？ちょっと仕入れすぎちゃって商品残っちゃってさ、このまま引き上げると上から怒られちゃうわけよ。特別に安くしとくからさ。どう？どうする？値段次第じゃね。お、そこの君もどう？すっげーお得だよ。そっか、残念だわ。気が向いたら声かけてよ。ほんとすぐそこだからさ、ちょっと寄っていきなよ。何かのセールスらしいな。そんなの放っておけ。自主的に動いてるな。それでこそ怪盗一味だ。我が輩たちも負けてられんぞ。まずはホームレスを見つけようぜ。
よし、我が輩たちも応援に行こう。どれが当たりかわからんが、怪しいと思うところに行ってみろ。こんにちは。ボス探しの件、進んでる？ならいいけど。そこのお二人さん、暇なの？いい仕事あるんだけど。すげえ楽なやつ、俗に言う運送業的な。探す手間が省けた。高校生だよね。お小遣いだけじゃ足りないでしょ。運送って怖いもののとかですか？このお姉ちゃん面白いこと言うね。答えられないんですか？やっぱり怖いもの。あ？つか何なの、質問ばっかじゃねえなあ。あなた冗談だよ、ガキ相手にマジになるかよ。つか付き合ってらんねえし。あのお手数でしたら私から直接責任者の方に伺いましょうか。うちのボス誰だか知ってて言ってるってなわけねえか。なんか君らめんどくせえから他当たる。じゃあね。あれ多分私たちが探してるマフィア。まだ確証はないからもう少し情報を集めてからの方がいいと思う。鎌かけてみたけど肝心なとこはぐらかされたしね。あ、さっきはありがとう、かばってくれたよね。私行くね。噂のボスはなかなか手強そうだな。部下の教育もしっかりしてやがる。警察には尻尾をつかませないわけだ。にしてもお前度胸があるんだな。チンピラ相手にひるまなかったもんな。まあでも収穫はなしだったな。今日はもう切り上げようぜ。
知らない番号みたいだな。もしもし、新島です。新島誠、さっきはどうも。調べたの。事後報告になったけど、ごめんなさい、黙ってるの良くないと思ったから。それだけ。あ、それじゃあ。電話女からだな。声聞こえてたぜ。そうだ、昼過ぎにお前宛に電話来てな。生徒会長って女の子、貴重品預かってくれてるんだと。囚人やお前のことをよく知ってたし、困ってる感じだったから連絡先教えといたけど。ここの住所調べてご主人から番号を聞き出したってことか。あの忍者はやること徹底してるぜ。けどそうかと思えばお前に詫びの電話入れてくるし、我が輩たちへの当たりは強いけど悪いやつじゃないのかもな。いらっしゃい。おい、
どっちがいい？ふん。なあなあ、ありがとう。さてと、やれるって。じゃ、そういうことで。